9時40分尾道駅です。雨雲が流れて日が差しました。海岸に出ました。岩子島です。あれが岩子島の東岩岳でしょう。119メートル。橋が見えます。せっかくだから浜辺を歩きます。橋を渡るために曲がります。小学校の桜です。どっちかな。橋が向こうだから早く山に入りすぎました。雨が降るから傘を差しました。一旦海岸に降りようとしています。海岸に出ます。みゆき公園です。岩子島です。うまく橋を渡れませんでしたね。南西方向、造船所が見えます。因島大橋が近くに見えます。渡り終えました。11時35分です。橋を振り返っています。海岸が見えます。12時です。やはり南側に回り込みます。車道歩きです。
電波塔とお寺が見えます。あちらは別の峰です。電波塔、車道を上がります。鳴滝山です。東岩岳です。鳴滝山です。神社があります。12時37分分岐、あそこに海岸が見えます。東岩岳です。海岸に出ました。こちらから造船所を見るのは初めてです。西岩岳に向かいます。岩小島最高床130メートル。また雨です。車道から山道になります。見えていた鉄塔です。先ほどの海岸、奥が尾道水道です。地図だと鉄塔の尾根沿いですね。なんか荒れてそうです。島が見えます。僕が先島ですね。筆影山です。最初20メートル悪かったけど、この道見たら安心です。ツツジです。雨に濡れてますね。あ、祠があります。無人島です。左にもう一つ、岩場です。用心しましょう。お地蔵様です。ツツジの季節ですね。これはいいですね。風が強いです。先ほどの鉄塔、無人島がよく見えます。対岸は島にからの対岸です。岩場にある海岸、風が強いです。民家があります。正面から風が出てきます。
先ほど歩いた海岸、そして尾道水道、右が東岩岳。もう登ってきました。やはりこれがゆるぎ岩でしょう。休憩後に出発、岩場です。かなり風が強いです。ここがピークの感じがするんですが、どうなんでしょうね。13時25分です。そしてこの岩が最高所です。お地蔵様です。犬の島の方が見えています。ライトが見えています。そして白滝山の方です。あります。人先の方です。山の斜面に数字が咲いています。元の畑です。尾道水道も見えています。最高所の山です。こっちのツツジは色あせてますね。早く咲いたみたいです。ここはまだこれから。風で体が冷えました。下山しましょう。まだ展望場が続きます。ここは石仏です。東岩岳、あちらは119メートル、赤い橋が見えています。ここを下るんですね。注意しなくては。かなり注意しました。ここを下りました。木があると安心です。岩場を下ります。ここは並木道ですね。昔は畑だったようです。雪が続いています。電柱があります。お地蔵様です。13時46分です。もう少し細い道歩いてみましょう。
土道になりました。そしてあのお寺が見えてますね。八重桜です。桃の間に東岩岳です。先ほどの西岩岳山頂、歴史を感じます。14時です。西岩岳を眺めています。南に向かって帰りましょう。橋へ向かいます。ここはバス路線です。海岸に出ました。因島大橋が見えます。右の奥が因島最高所の奥山です。岩子島の黒崎です。向かい島の高見山が見えます。向こうは向島です。14時30分橋に戻りました。正規の道だと早いです。脇道を歩いてみましょう。15時32分、渡船乗り場です。